まずは試合お疲れ様です、はい、ありがとうございます。今の試合を振り返ってみていかがでしたか。まあ2戦負けてるんでもう最後だと思って、まあ、本当に選手には、精一杯戦ってこいということで、まあその結果が、試合のところでも結果として反映されたなというふうに思っています。はい、まあ、本当に非常に、崖っぷちの中這い上がっていけるといいなというふうに思ってますので、また次のゲームに向けて、いい準備をしたいと、思っております。はい、これからの試合に向けてお願いします。まあ、これからもう一戦一戦、まあ本当に、選手にとっていいゲーム経験ができるように一試合でも多く、やっていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。はい、どうも。